サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜は絶好のコンディションになりました。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。グループステージのこの一戦、浦和レッドダイヤモンズがベガルタ仙台と戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。浦和レッズといえば弱かった時代からいい選手が多いですよね。最近は選手を集めるイメージもありますが、生え抜きにもたくさんの名選手がいるチームです。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。試合が始まりました。浦和レッズのキックオフです。柏木陽介、ドリブルで持ち込んでいます。ボールを失います。これは迂闊な守備でしょう。うまく読んだインターセプト。もう首位でグループステージを通過することが決まっています。堂々たる戦いぶりでしたね。ありそうだ。至近距離からでしたが、キーパーが落ち着いてセーブしました。絶好の決定機でしたが、コースが甘かったんでしょうか。空いているスペースが見えたか。狙ってくるか。試合開始早々リードするチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、まだ調子が出ていないようですね。石原貴義、スローインに変わります。ミスパスがありました。岩波拓也、浦和の攻撃です。このパスはカットされました。ここでボールを失います。打ってきましたが大きく外れてしまっています。パスが通りません。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。絶妙なパス。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。コーナーキックが入ります。キーパーがコーナーをパンチング。中に入れてくるか。キーパーが軽く抑えました。
ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。サイドにはスペースが。真ん中にクロスを上げた。先制ゴールなるかと思われましたが入りません。リードして試合を楽に進めたいですよね。こういうミスは後で響くかもしれません。これはチャンス。キーパー止めましたがまだインプレー。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。リプレイが出ましたね。キーパーはセーブしたものの相手に絶好のチャンスを与えてしまいました。セーブするにしてももう少しやりようがあったんじゃないかなと思います。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。今のところポゼッションは浦和レッズが上回っています。ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね。時間が過ぎていくほど苦しくなるので、もっと積極的にゴールを狙う。1対1のチャンス。どう出てくるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、このパスは通らない。相手ボールになりました。前半終了です。スコアは1。ホイッスルで後半のキックオフ。ここは抜いてくるのか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。この角度からも見ましょう。ここで攻守が入れ替わります。抜いた。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。これは見事なインターセプト。さあどうする。いい寄せです。牧野智明、岩波拓也、サイドからの攻撃を狙います。まずは1点取り戻したい。これは痛いミスになりました。福西さん、決まっていれば1点差でしたね。はい、試合の流れも引き戻せたと思います。しかしこういうチャンスを作っていけるならまだ追いつけるかもしれませんね。ゴール前、期待も高まります。まだボールは生きています。決まった。ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。この失点シーンは
キーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。レッツが攻めに出ます。柏木、クロスはマイナス。味方にパスを出します。中はフリーだ。さあどうだ。決まればハットトリックというシュートは惜しくもゴールを外れていきました。これは決まったと思いましたがね。惜しかったですよ。ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的にそうなっていますね。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。フレッシュな選手の投入です。スルーパスが味方に通る。オフサイドラインを超えてしまっていました。相手ボールになります。コオロギ、ここは力のないシュート、簡単にさばけます。試合は一方的な展開です。残る少し飛び出しが早すぎました。ここからどうするのか。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。これはよく見ていた。これはチャンスだ。最後は1対1になりましたが、キーパーが1枚上手でしたね。いや、1枚どころじゃないですね。素晴らしい反応からのスーパーセーブでした。さあボールを蹴った。岩波拓也、パスをカットされました。さあ来た、決まった、ゴール。なんとハットトリック達成です。いやー来ましたね。圧巻のゴールショーです。もうこの勢いは誰にも止められないでしょう。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。かなり一方的な試合展開です。岩波拓也、興梠慎三、柏木陽介、相手に渡ります。スペースに見事なスルーパス。ここで終了のホイッスル。アウェーチームはグループステージを争うこの試合に勝利しています。